はい、今回のテルキー塾はですね、降りてくるってどういうことなのとか、インスピレーション、ひらめき、直感で生きるとか、ハイヤーセルフとつながるとか、僕全然そういうの、なんか本読んで勉強してるとかじゃないんで、僕の直感で答えます。僕の直感で、僕の感じで答えたいと思います。どういうことかっていうと、例えば今日とかですと、今度草刈りありますみたいなあって、まあ、行けたら行こうかなと思ってたんですけど、なんかさどうしで、ね、でもちょっとどうしようかなって、ちょっと行った方がいいかな、行かない方がいいかなとか、ちょっとこちらの都合とかもあって、まあ、どうしようかなっていう状態だったんですけど、その時になんかこう、なんかネットニュースかなんかで、なんか草刈りやって、首が切断かわかんないですけど、首に当たって、そのまま死亡されたっていう、そういう事故があって、はい、本当痛ましい事故なんですけども、それをちょっと見て、あ、ちょっとやめとこうかなっていう。もちろん、めったにね、そんな草刈りして首に当たるとかないと思うんですけれども、ないと思いますし、まあ、怪我することも、まあ、あんまないとは思うんですが、なんかそこに行く道中に何かもしかしたらあるかもしれないとか、何か行ったことで何かあるとか、わかんないです。逆に、そのニュースが入ったことで、あ、行こうって思うパターンもあるかもしれないし、僕はその時に、こう、入ってきたイメージっていうか、イメージとかでもないので、入ってきた瞬間に、あ、じゃあちょっとやめようかなっていう、そういう感じなんですよ。だからなんか、ハイヤーセルフとつながるとか、宇宙からのメッセージとか、そういうのとかって、なんかテルキよ、後藤テルキよ、私は宇宙の神だ、これがお前に伝えるメッセージだとか、そういう感じで降りてこないし、そういうのは一度もないし、夢でなんか言われたとか、お告げがあったとか、そういうのないし、なんかそういうインスピレーション、なんか、その時の自分の感じたこと、直感的にっていうか、だから、それはあくまで一例なんですけど、だからそれが合ってるかどうかわかんないですけど、まあ、例えば、だから政見放送とかでも、なんであれやったのかも正直僕もよくわかんないです。でも、いろんな理由とかを突き詰めれば、あ、こうだなっていうのはあるんですが、なその時の直感とか降りてきたとか、イメージというか、そういうのでやってたりするんですね。だからまあ、でね、なんか草刈り、ちょっとやめときますとかさ、そういうの言うときに、ね、そのネットニュースでなんか草の見てとか、そんな言ってもさ、通用しないじゃん、普通。なんか言いにくいけど、だから総合的な判断だよ。だからそれだけじゃないよ。そのニュース見たからやめたとかじゃなくて、それも、それ、そういう、なんかどうしようかなとか、まあいろいろ、まあ行こうかな、まあでもちょっとなって言った中で、そういうのがあって、あ、じゃあちょっとやめようっていう、その流れっていうかな、流れ。たまたまの流れで、なんとなくそう思っただけで。そういう感じなんですよ。でもそれは人によっては、だから、お告げが来たとか、夢でなんかそういうふうに言われたとか、光が見えたとか、なんかいろいろあるかもしれないですけど、僕はなんかそういう感じで、自分のその時のなんか、そのジグソーパズルとかも言ってたりしますけど、なんかピースが当てはまったみたいな、そういう感じで、だからよく、理由とか、だから聞かれるんですけど、答えにくいんですよね。なんかそういうなんかインスピレーションでそう思ったことが結構多いんで、僕の理由は、普通だったらなんか、仕事があっていけませんとか、予定があっていけませんとか、まあもしかしたら嘘ついてるかもしれないよ。そういう、なんか便宜上、なんか仕事とか言っとけばさ、あ、しょうがないねとか、予定とか言っとけばしょうがないねとか、なんか風邪ひいたとかさ、言うかもしれないけど、俺はまあ嘘つきたくないから、でもなんかさ、降りてきたから、なんかそういうニュース見てそうだからって直接言ってもさ、伝わんないでしょ。だからまあちょっと、都合が悪、ちょっと都合が合わなくてとか、ふわっとした理由になるたり、正直にだからね、なんとなく降りてきてみたいな、のことが結構多い、俺は、ぶっちゃけ言うと。だから結構ね、予定とかも変わったりするんで
ですよね。ジグソーパズルってよく言うんですけど、もともとこういう予定にしてたけれども、なんかその日が近づくにつれて、なんか別の組み合わせにした方が、その予定を変えて違う予定を入れた方が、なんか良かったみたいな。それ僕だけが良かったじゃなくて、全体的に良かった。そうしたら良くなったみたいな。そういうのあったりするんですよ。でも普通の人ってさ、もう一応予定決めたらさ、それをもう固定するじゃん。固定して、変えたら悪いみたいなのあるでしょ。だから僕も、そんな、ね、仲良くない人に対しては、あんまそんな、もう言わないけど、仕事とかね、お仕事とか、もう変えられないとか。だから、でも、割と打ち解けてる人とかだったら、あ、ちょっとその日行けなくなったんで次とか。だから実家とかだったら、結構ね、そういうのあるんですよ。だから、行くっつったけど、ちょっと行けなくなったみたいな、すいません、ごめんなさいみたいな、あるったりとか、まあ、言いやすい間柄の人だったら、あ、その予定をちょっと、次の来週にしてほしいとか、来月にしてほしいとか、前倒ししてほしいとか、そういうの言ったりするんですよ。それが、まあ、時間帯を夕方にしてほしい、午前中にしてほしいとか、次の日にしてほしい、前日にしてほしいとか、まあ、言ったりするんですね。それは、だから僕のそのインスピレーションとか降りてきたことをもとに、そうした方が、まあ、全体的にいいかなって。まあまあ、相手もそれも悪くないって。まあ、すべて僕都合だったらあれですけども、でも僕都合だとしても、なんか僕がこううまくそうやることによって全体が良くなるみたいなのあると思うんで、だから僕の絵が見えたっていうか、そう、絵が見えるとかあるんですよ。だから僕がその大体その全部行動は、だからそういうのがあるんですね。だから長野県に移住したのも、最初は絵が見えなかったから、いやーと思ってたんですけど、で、ね、元妻、元奥さんが、まあ、行きたいとか言ってたり、いろいろそういうのがあって調べてたら、まあ、それで絵が見えるようになって、じゃあ行こうっていうふうになった。で、まあ、そういう感じで結構変わったりするんですよね。すべてにおいても。選挙もそうだし、住む場所とかもそうだし、で、今度住む場所も、本当は行く予定なかったんですけど、本当は行く予定なかったんですが、ちょっとなんかふわってそういう情報、まあ、司令官のそのなんか、司令官のそういう情報が、こう、ふわって来て、まあ、最初は、と思ったけど、まあ、なんとなくそう降りてきて、まあ、だからそのあんまだから根拠はないんですよ。なんとなく、だから科学的根拠とかないんですよ。なんとか論理性というか、論理的というか、例えばそのさっきのね、草刈りでそういう記事見たからちょっとやめようって、その科学的根拠ないでしょ。だってそんな別にそう関係ないじゃんって話じゃん。ちょっとだって頭おかしい人じゃん。頭おかしいっていうか精神病というかさ、もしそんなことをね、そうだからちょっとやめないとか言ったら、だからね、もしかしたら精神病とか頭おかしいって思われるかもしれないけど、で、俺はそう思ったから、でもその理由は、だから降りてきたからってしか言いようがないですよね。そんな感じなんですよ。だからまあ、それだけじゃないよ。もちろんその理由だけじゃなくて、総合的に見てね、総合的に見て、決め手に欠けるな、まあ、どうっていう中で、そういうのがあったとか、そういう感じなんですよ。で、別にこれが俺はそういう感じで生きてきたけども、人によって多分それ違うと思うし、これが俺の方が正解っていうわけでもないし、人それぞれだと思うんですよね。そういう感じで、もうなんか、それをメッセージと僕はもう勝手に解釈してるだけで、全然ね、そんなメッセージじゃないみたいな、ね、そういう科学とかそういう、ね、理系とかそういう人はなんか根拠を求めるかもしれないけども、僕は結構そういう感じで生きてるんですよね。大体それでうまくいってきてるっていうか。で、うまくいかない場合は、俺にちょっとね、おこがましい発言させていただきますけど、俺に合わせてくれないとうまくいかないんですよ。で、俺の見えた絵、ビジョンがあるわけじゃないですか。で、それを計算っていうか、パって入ってきた中で動いてもらえれば、うまくいくんですよ。でも、その通りに動いてもらえないとうまくいかないんですよ。で、もしくは、それ通りに動かなくても、自分の期待した以上の動きを見せてくれるとか、ちょっとおこがましくて申し訳ないんですけど、上から目線で言ったら申し訳ないんですけど、
そういう、なんか俺の思った通りに動いてくれるか、俺の期待した以上に動いてくれるみたいなのだとうまくいくんですけど、そうじゃなくて、なんか、僕がだからその根拠のないような、その、ことで動くじゃないですか。そうすると、普通の人っていうのはやっぱ根拠を求めたがるんですよね。することに。なんで選挙に出てんのとか、なんでああいう政見放送するのとか、なんでこういう行動するのとか、なんでね、そうなの、具体的なこと言うとあれなんで、そう、多分ね、一回一回ね、なんでなんでってなってくると思う。で、俺も気持ちわかる。そういう、相手のこと知りたいからね、なんでそういうことするんですかみたいな聞いたこと、聞きたいこともあるから、気持ちわかるんだけど、で、それで別に言って、あ、そうなんだってなればいいんだけど、いや、なんか別になんかっていう人もいるじゃん。そうすると、なんか僕が想定してた通りの動きにならなくて、崩壊していくみたいな、崩れていくみたいなパターンもある。それはだから読めなかったっていうか、あ、こういう感じでやると、そういう動きをするんだっていうのが入ってこなかったっていうのもあるかもしれないですけど、だからそれも万能じゃないですね。で、あとさ、やっぱその、万能じゃないんだけど、相手が何考えてるのかも、大体、なんか分かったりするじゃん。多分、なんとなく分かるでしょ。でも万能じゃないよ。万能じゃないけどさ、なんとなく分かるじゃん。機嫌悪そうとか、機嫌良さそうとか、簡単に言うと。で、今日とか、僕は100円ショップで買い物してて、あって思ったんですね。何があったと思ったのは、お会計の時に、あって思った時は、もう遅れてるんですよ。あって思った時に、なんかバーコードのところ見せて出せばよかったなって思った瞬間のと、向こうがっていうか、店員さんが、バーコードのところ見せて出すよみたいな感じ、って空気を感じたんですよ。で、ちょっと探して、こうやってやって、めんどくせえな、みたいな。わかんないですよ。そう、勝手に僕が思ってたら申し訳ないですけど、で、俺は、あ、申し訳ないな、みたいな。別に申し訳ないって思う人もないけど、あ、バーコードの見せてやればよかったら、俺もちょっと、なんか、ネット、スマホ見てたし、みたいな。で、探して、ちょっと、ちょっと、バーコード見せろよ、みたいな感じで、さらに、で、僕、ペイペイで支払うんですけど、あ、この時閉まったってまた思ったんですよ。ペイペイの、よくあるんですけど、ちょっと暗くて、スマホが、あれが暗くて反応しないことがあるんですよ。あ、やばい、明るくしときゃよかったと思ったら、空気が、明るくしときよ、みたいな感じの来て、あ、ちょっと明るくしてもらえますか、みたいな。で、遅れてきて、そういう発言があって、あ、すいません、つって。で、そういうの、わかるじゃん。その人で、だから大体何考えてるか、表情とか雰囲気とか静けさってわかるんですよ。直感とかで生きてると。で、ただ、じゃあなんでお前離婚したんだとかさ、そういうのもあるじゃん。その気持ちわかる、相手の気持ちわかるんだったって。で、そこが複雑回帰なのは、人間社会の複雑回帰なのは、気持ちを読まれないように行動したりするじゃん。辛いけど辛くないみたいな。好きだけど嫌いみたいな。そんなあんじゃん。だから、わかんないんですよ。で、今回のその店員さんは、そういうの別に隠さずに露骨に出してくださったというか、言い方あれですけども、出してくださってたので、そう、伝わった。あ、なんかもう、バーコードとか出しとけよ、みたいな空気を感じたし、ペーペー、そのスマホ画面明るくしとけよ、みたいな空気を感じてる。でもそれは、その言葉には出さないけど、そういう空気を感じた。で、そのシチュエーションからも、あ、俺もすぐパッと分かったけど、そういうのね、もう、そう思っても空気出さない人もいるし、だもう、そういう、なんかこう、いろいろ、だから、隠すし、隠すだけじゃなく、別の理由をかぶせたりもするじゃんか。だからもうそうなると、結構もうね、読めなくなるっていうか、え、大丈夫ですかとか、俺結構聞いたりするんですよ。なんか、リクエストありますかとか、なんか怒ってないですかとか、よく聞くんだけど、ね、怒ってないですかって言われてね、ちょっとね、ちょっと機嫌、ちょっとさっきの悪かったりして、俺は言うけど、俺は割と言ったりする。すべてじゃないよ。すべてじゃないけど、ちょっと言うときは言うし、いや、そこまででもなかったら言わないし、ちょっと言う関係性じゃなかったら言わないとかもあるけども、だから結構ね、聞いたりするけどね、言ってくれなかったり、本当にないのかわかんないじゃん、それは。え、なんか怒ってますかって言って、本当に怒ってない、あ、怒ってないですっていう思うのか、いや、怒ってるけどそんなに言えないやんみたいなのかは、ちょっとそこまではちょっとわかんないですけど、
だからそこはだから、そこまでは読めなかったりする。でも人によって違うじゃん。だから、もうつっけんどんな態度でも、そのみんなに対してつっけんどんなのか、自分に対してつっけんどんなのか、ちょっと初見だと分かんなかったりとか、そういうのはあるけど、でもまあ、なんかちょっと偉そうなこと言って申し訳なかったですけど、でもだからみんなともそういうの分かるじゃん、おそらく。だから俺に限らず、なんか、だから俺もそんななんか直感がどうたらかとか言ってるけど、もう、あ、この人はああだ、あの人はこうだ、みたいな、そんなのは正直、わからない。そこまでの万能じゃないけど、なんかこう接していくうちに、あ、ああだな、こうだなっていうのはなんとなく分かってくるっていうのはあります。なんとなく。だからその、降りてくるとか、ひらめきとかっていうのと、自分の中の経験則とか、その思考だとか、そういうのをハイブリッドさせて、なんか生きてる感じなんですね、僕の。降りてくるとか。だから政見放送とかでも、作るとかでも、ただ降りてくるだけじゃなくて、なんか組み立てなきゃいけないわけじゃないですか。そういう原稿というか脚本みたいなのを、降りてきたものを、ただそれバッてやってもあれなんで、そこをじゃあどういうふうに、まあ、みたいな感じの思考も、入れつつ、その直感も入れつつみたいなハイブリッドでやってるのかなと思います。だから多分多くの人は、そういう直感っていうのを使わずに思考で、今までの経験則とか、そういった思考をメインにしてやっていらっしゃるのかなと思います。僕、だから僕結構直感とか大事にしてるんですね。そういう感覚。そういう感覚っていうのは、なんかずっと考えてばっかだと、そこに入り込む余地がないんで、なんかリラックスした状態とか、頭をポカーンってした状態とかで、なんか、ふいに落ちてくるっていうか、降りてくるっていうか、頭に、なんか、ふっと入ってくるとかもあるし、別に言葉でとかじゃなくて、あ、あれそういえばとかもあるし、なんか見たときに、あ、これがメッセージかもとかもあるし、だから自分のセンサーで、こう、どう拾っていくかっていうところもあるんですよね。だからそのセンサーの感度を上げてないと感じれないから、例えばそのね、さっきの草刈りのニュース見ても、へえで終わっちゃう人もいれば、だから俺はただ単にそれをつなげたけど、自分の都合なのか何なのか分かんないですけど、それをつなげたけど、総合的な判断で。例えば、でも今僕はそう思ってるけど、その草刈りの日までにまた変わるかもしれないし、ちょっとそれは分からないですけども、例えばそういう感じなんですよ。だから、ね、コロコロ変わるって言ったらあれですけども、なんか悪いイメージあるかもしれないですけど、その時の臨機応変に組み立ててるっていう感じなんですね。だからそれを理解してもらわないと、なんかあいつ、なんか本当に、なんか一貫性がないな、みたいな、とか思われるかもしれないし、だから僕は選挙でね、なんかあっち行ったりこっち行ったりも、僕はそのインスピレーションに元にやっているところがあるので、だからそれが分かんないっていうか、それを理解示そうと思わない人は、なんで一つのところでやんないんだ、みたいな、そういうのある、もう普通にあると思うし、だから僕はだからそういう、もうまあまあ理解はできるんですけども、だからそう降りてきたもとに行動してる、動いてる、ご縁とかね。で、ご縁って本当に人のご縁もあるし、物のご縁もあるし、ことのご、出来事のご縁もあるし、自分が行動してて、ね、なんかで見たとか、感じたとか、そういうご縁をもとに、やってるんで、そんなん説明ね、しにくいので、多分理解されないところがあると思うんですよね。かといってね、なんか、降りてきたからですみたいな。で、降りてきたから言うよ、俺結構インスピレーションとかって言うんだけど、それがどこまでね、受け入れてもらえるか、ね。でも、基本的にみんなそうでしょ。だってなんか、サッカーとかでいいプレーとかするときも論理的に考えるというよりも体が勝手に感じて動くとか、
もそうあるだろうし、なんかお笑い芸人さんとかでも、なんかね、もともと考えたネタも、もうそれもひらめきかもしれないけど、もともと考えたネタもあるし、なんかそのアドリブでなんかこう、わっていいの出たみたいなのもあるだろうし、うん、そういう状態、ゾーンに入るとかあるじゃん、スポーツ選手でゾーンに入る状態みたいな。うん、とか、まあ、そういうゾーンまで行かなくても常にそのいい状態みたいな。とか、まあ、うん、だから自分の体をこう委ねるみたいな感覚、ある種。委ねて、自分の体を使ってもらうみたいな。そういう感じなんですかね。うん、まあ、はい。ふと、なんか動画撮ってみようかなと思いました。はい。何かの参考になれば幸いです。いつもご視聴ありがとうございます。感謝です。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。皆様、愛してます。